中村千尋です。今回は筆の洗い方を教えます。墨が残っていたら筆が割れて書きにくくなります。これが割れた筆です。カビが生えたり腐ったりするかもしれません。そうならないように筆は使ったらすぐ洗わなければなりません。いいえ、難しくありませんよ。水だけで洗うことができます。まず最初に筆を使ったらいらない紙で墨を落とします。その後水で洗って墨を落とします。もし筆が絡まっていたら櫛で研いでください。そして形を整えて乾かしたら終わりです。墨は根元にも残っているかもしれません。手に押し付けて根元まで洗いましょう。石鹸は使わなくていいです。筆によっては石鹸を使って洗うと筆が悪くなります。本当は吊るして乾かすのが一番いいですが、できなかったら横に並べてください。